いやあ、せつなケースだよ。ネームエントリー、パート2、始めていきたいと思います。あ、剣とマント持っとるで、これ。すごいな、こういうところまで反映されてるわ。あ、そういや、ってことは装備とか、そういうんが変わっとんか。おう、じゃんけんついてるわ。おう、装備や。で、マントか。マントはどれ？装飾。マントはここに入らんかみたいやね。ゴリゴリ店長が譲ってくれだけやって。ゴリゴリ店長。なお武器2階にはじゃんけんって気はありません。ご了承ください。わあ、名前決めれそうな人がたくさん。近所のおじさん、面倒見のいいおじさん。そんなおじさんの名前は。サーシェス、かっけえ。俺ただのおじさんなのにかっけえ名前しとるお前。サーシェス、お、どうしたんだ刹那圭介。神は祝福だか旦那か知らんが、人間なんとかなる。お前の父親も同じことを言っていたよ。うわこの近所のおじさん、ただのおじさんかと思ったらめっちゃいいこと言ってる。それにこの名前つけたりやけん、もう脇役レベルのキャラクターになってそうなんやけど。脇役交代じゃね。うん。国から派遣された神父、村の監視と同時に、幸子教やって。幸子教の教えを説いている。幸子教だろ？ってことはこれじゃないかな。サチコラブにしろ。ラブサチコの方が良かったかな。どっちでもいいやもう。話は聞いております。サチコ様のお次があったのですね。サチコ様を信じなさい。これただのファンだろ。サチコのファンだろこれ。さすればサチコ様が救いを与えてくれるでしょう。飲んだくれ様もまたお告げ、つまり幸子様の導きにより英雄となったのです。ただの飲んだくれが英雄になれるんだ、この世界は。その栄光をたたえ、この偏僻な村にも幸子様の教会がこの村に建てられたのです。そうなんじゃ、信じなさい、祈りなさい。幸子様が必ず お救いになられます。ファンもここまで行ったらもう崇拝しとんな。はい、なんかないかな。これの絵の人か。なんもない。じゃあどうしようかな。他に回ってないところあるな。飲食店。これはギルドみたいなところかな。先には人の心を開かせる力がある。そんな酒を提供する酒場の癒し。酒場のマスターの名前。おばさんだった。おばさんか。一気ゆうこさんにしとこう。一気ゆうこさん。一気。あらあら、子供にはお酒は提供できないわよ。一気飲みはやめろよ、ババ。ババ。もうこのゲーム口悪いよ、俺。もうこのゲームじゃ口悪いよ、これ。これ他に調べるところないかな、もう。もう大体調べ終わったかな。この家入らせてくれんのかな、結局。入らせてくれんな。エンマ大王ってクソババア。ほんとクソババアやな。口悪いな俺。調べるところももうないね。ん？看板まだ女の子にも。共有畑としか出てこんのよね。じゃあもう冒険というか外に出ていいんだろうね。その前にちょっと相談無視しとこう。幸子、我が名は幸子。あ、もう名前、もう自己紹介いいけんさ。それも知っとる。神とは信仰により力をつけるものなのです。あ、そうなん。よう知らんよ、幸子。私もまた、信仰により力を得ているのです。あ、そうなん。信仰を失い、力を失い、地に落ちていった神は、信仰していた人間を恨み、その地上に異形のものを生み、人間に苦しみを与える。それを追いつしか、
人は魔王と呼ぶのです。あ、そうなんじゃ。幸子、よく知ったな幸子。相談って言うのか今のは。今相談って言うのか。相談ではなかったよ。ただ向こうがなんか知識を放り込んできただけやで。相談ではないぞ。あ、まだやめ、まだやめ、まだもういいわ。そのまんま過ぎましたね。詳しい説明ちょっと飛ばしすぎたけなんかわからんけど、わからん、どうでもいいです。それ知識だけやん、相談じゃないじゃん、相談じゃないじゃん。もう用事はありませんか。ありません。で、ま、出てきましょう。よく目に焼き付けておくのです、この村の風景を。あなたの父がそうだったように、あなたもまたここに戻ってくる保証はありません。だから最後にこの村の名前を。故郷の名前か。村の名前ね、中村。中村にしとこう。中村にお別れを。なんか人に別れ言っとうみたいになったのや。おい、勝手に動いてくれたわ。せつなけいすけよ、ここいらで休憩すると良いでしょう。わかりました。この泉の水は人を癒す力があります。すごいな幸子、よう知っとんな。私のお墨付きです、幸子様のお墨付き。あ、あれは、え、何かおるん。モンスターに襲われています。あのモンスターの名前は、このモンスター、黒い豚じゃないだろう、赤い豚みたいなやつが出てきた。別にこれでいいんちゃう。チャーシューでよろしいですか。チャーシュー強くはありませんが、油断してはいけません。もうやられた後みたいな名前したもんな。焼かれた後みたいな。あの女の子を助けるのです。彼女はこの世に必要なのです。お、どういうこと。チャーシューってこれ豚じゃないやん。豚じゃなかったぞ。今からバトルが始まるのです、刹那圭介。このバトルシステムについて説明いたしましょう。バトルシステム。このシステムは操作が難しい計算の必要ない、全てが自動で行われるバトルなのです。そしてそのシステムの名とは。ああ、また決めるんじゃ。自動的に行われるって言ったけん、これでいいんちゃうかな。見てるだけシステムで。本当に見てるだけだった。自動的に行われてくれた。ステータスでちょっと計算してくれるだけなんじゃな、ダメージの計算とか。2体目は逃げた。よっしゃー。はっ、あー、頭がすっごい痛い。彼女はもうまたあなたと同じ選ばれし者であり、祝福を受けし者でもあります。少々間抜けなところがありますが、必ずあなたの力となるでしょう。そして彼女の名前は、きたー、ヒロインの名前。可愛らしいヒロインにしたいな。どうしようかな。サイドン京子、俺の顔に突っ込んでいって、敵に突っ込んでいってほしいっていう思いを込めて。京子っていうのは実はね、サイドンが硬いって意味でね、強い硬いって書いての京子の方とちょっと掛け取ったりする。くだらねえ。いえ、サイドン京子。あれ、めっちゃサイドンとは似つかない、すごい可愛らしい子だった。ちょっと後悔。もしかして幸子様はそこにいるんですか。幸子様は見えとるらしい。やっぱりそんな気がすると思ってたんだ。私の声は直接サイドン教皇への耳には届きません。何かを伝えるときは必ず夢の中で伝えるのです。私の声が直接聞こえるのはあなただけなのです。あ、そうなんじゃ。幸子様、幸子様に選ばれた私は特別な人間なのか。ということはあなたも選ばれし者。もちろんさ。サイドン京子はね、あなたのことを待ってたの。タケシを倒すおじさんよね。ただ喧嘩を終えに行くだけように見えるような感じやけど、壮大やな。ただ喧嘩だけなのに壮大やな、名前だけからしたらさ。お次を受けたの、刹那圭介と共にタケシを倒せって。
だから絶対に絶対についていくからね。もちろんさ、タイトンのように突っ込んでいってくれ。俺はボケーと見よるだけやけん。タイドン教子が仲間に加わった。タイドン教子、あ、そうそう、タイドン教子は得意な魔法があるんです。この子自分の、自分のことを名前で呼ぶけんさ、タイドン教子っていちいち言うんやな。回復魔法なんですけど、名前は回復魔法か。ってことは自動戦闘でも勝手に回復してくれる感じなんだ。便利やな。もろ道具使ってる。もろ道具使ってる。魔法じゃない、科学だ。そうそう、傷薬です。怪我をした人も言ってください。もろ道具使ったもんな。魔法とか言いながら科学の力すげえやな。サイドン教科。すっごいキャラが出てきたな。母のお守りやって、母でやるクソババが用意してくれたもん。手作りな。俺がすっごいニートみたいで、クソなめてんじゃねえぞクソババと言いながらも、ちょっと母の愛情を受け取ったみたいな感じになってる。俺はそういうニートちゃうからな。口悪いけど性格は悪くないからな。よっしゃ、サイドン強化が増えたけん、ちょっと仲間セーブしとこう。ここはもうなんもないかな。下から上に来たけん、こっちか。ん？違った。今のは何だったんだろうな。あ、ちょっと相談しとこうか。相談無視しとこうか。サイドン強化とも、サイドン強子とも相談できるようになった。とりあえずさっきかな。魔界戦争は知っていますか？あなたが生まれる少し前の話です。あなたの父が大きく関わっています。今の魔王とは違う別の魔王がいたのです。その魔王の力は凄まじく、とある大陸では人間を全て殺し、異形のものだけの大陸にしてしまったのです。人間たちは魔王を恐れ、その大陸を魔界と呼びました。もういやこれ。相談じゃなくてちょっと説明やけんやめとこう。これちょっと見たい人はちょっと止めながらちょっと見てください。飛ばします。バイ。じゃあちょっとサイドン京子ともちょっと相談無視とこう。知ってます？この泉には幸子様の石像が沈んでいるんです。さっきあった石像、幸子様の。昔からこの泉は祝福の女神が水浴びに使っていたという言い伝えがありました。なるほど、だから幸子様のお墨付きなんだ。心水を使って野菜を作ると美味しい野菜ができるそうです。へえ、またもや相談じゃなかったな。この近くに私の村があるんです。とりあえず行きましょう。ああ、村に案内してくれるんじゃ。では、行くとしましょうか。ですが、その前に、この場所の名前を決めるのです。これ、名前付けるんじゃ。泉の名前か。泉ね。わ、またキザナが出てきた。サチコも涙やって。サチコの涙。サチコの涙ですが、素敵な名前になりましたね。サジコ、このキザなやつを素敵って言っちゃった。普通はうーわーってなるとこなんやけどな。気に入っちゃったよサジコ。私の村はですね、北東の方向ですね。あれ、え、何、西の方向かな。方向音痴だこの子。サイドン強行。サイドンらしくまっすぐしか進めないんだ。あ、たどり着いた。よかった。着いた、着いた。この子大丈夫か？ここがサイドン教区の村です。その名も、ヒロインの村も決めなあかんのか。カシ村にしとこう。名前シリーズ。多分村長の名前をつけてるんだろうな。カシ村って言うんです。やっと着きました。
一体どこに行っておったんじゃ。あ、紹介しますね。この人がこの村の村長でサイドン教区のおじいちゃんの自分のおじいちゃんじゃ。そりゃこれだろうが、カシムラだろうが、そりゃカシムラだろうが、捕まえていますって言われた。ダメなんじゃ。ダメなんじゃ。じゃあ本名にしとこう。下の名前つけたろ。柏村ゴンゾーにしとこう。柏村ゴンゾー、これでいいだろう。いや、俺の紹介なんてしてる場合じゃなくてね。城へ行くと言っておきながらなぜ逆の方向に行ってたんじゃ。それであのサチクの泉行っとって、サチクの涙行っとったんじゃ。それでサチクの涙おったんじゃお前。でモンスターに襲われるって。え、城に向かってたんだよ。逆方向じゃ。あれ。ダメだこの子、早くどうにかしなきゃ。ところでの、その隣の青年は誰じゃ。ああ、この人が選ばれし者だよ。では君が魔王を倒す者なのだね。うん、そうだよ。そうかですか、そうですか。ないも村、ない村ですか。ゆっくりしていってください。はーい、名前つけさせてもらいます。よし、じゃあ今回はこの辺で、時間も時間なんで。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録したいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくるー。